昨日から萌田選手 LA 合宿に来ています。今日はアイゼンハワーというコースを、プレーしたいと思います。はい、前回と同様イーブンパー以上賞金200ドル目指して頑張ってください。それと今回は私とのホールマッチに勝ったらプラス100ドル差し上げます。8番ホールパー5です。まあ見た通り真ん中打てば、今のところ私とのホールマッチは私の、ワンナップですが、このホールおよび次のホール8番9番はハンデありません。おー、ナイスショー。フェードでいい感じ、真ん中ちょっと右、ナイスショット。はい、左バッター狙いたい。 OK です。フェアウェイ左です。パー5の2打目、このホールはハンディキャップないんでパーを死守したいと思います。ちょっと右やけど、バンカー手前っぽい。さあ、ドライバーフェアウェイど真ん中でした。第2打目、ナイスショー。よいしょ、ここはなんとか乗せてイーブンを死守したい。ちょっとダメったかな。まあ乗りました。おったけど引っ掛け気味でした。残り70ヤード第3打目、萌花選手このホール取るためにはバーディーが欲しいところです。おー、ナイスショー。ちょっとショート、ちょっとダフった、上から入ってき、上りのスライス、上りのスライスで、10メーターぐらいかな。あ、弱いよ。はい、ナイスタッチです。おー、ナイス、オッケー。さあ、このホール勝ちを取ることだけできるか。バーディーパット、残念でした。ナイスパーでした。8番ホール終わって私のワンナップ、はい、155の打ち上げパー3です。あー、ちょっと右フェードで、でもナイスオン、ナイスオンだった。あれがスピンだな。あ、乗ってる乗ってる。はい、ちょっと左です。はい、ちょっと左からは下りの傾斜です。ちょっと転がるかな、私が思う。考えすぎたパターンですね。はい、入れるしかない。お、惜しい。 OK。さあ、萌花選手9番ホールバーディーパット、2パットでこのホール勝ちです。え、なんかめっちゃ、お、なんかちょっとオーバーして、どうした、ちょっとオーバーしてなんかやばい感じが。ナイスパー。前半イーブンでした。
10番パー5、2打目はブラインドホールになってます。でフェアウェイの真ん中狙ってください。難しいホールです。2打目ブラインド、3打目は池越えです。うん、ナイスショー。モエガ選手前半2アンダーでした。私は40でした。ホールマッチイーブンです、今のとこ。はい、飛んでないけど真ん中、はい、ブラインドホールになっててすぐ前のバンカーの左エッジぐらいを狙ってきます。全然ダメじゃん。出て出た。はい、出ました。バンカー左エッジぐらいでいいんじゃない。ちょっとダフり気味、ちょっと左すぎ、ちょっとわかんない。フェアウェイ左端ぐらいかな。ここは1打もらっているので無理をせず180ヤード手入らないと思います。ドトップじゃない。はい、あ、でもフェアウェイにあるんで次は乗る距離だと思います。はい、4打目いきます。絶対フォンしないと。うん、方向はすごくいいです。ちょっと手前、まあ大丈夫でした。モエガ選手10番ホールパー5第3打目残り90ヤード。ちょっと右、おーナイスオン、右跳ねた、はい、ナイスオン、ありがとうございます。第5打目寄せないと負け。おー、ちょっとだけオーバー、80センチぐらいです。バーディーパットです。10番ホール、入れきりません。ナイスパー。入れて引き分け、強めにまっすぐ打つと見えます。オッケー、ショット好調なモイカ選手どうでしょうか。右のバンカー2つある、左のバンカー狙い、フェアウェイ左、ナイスショットです。オッケー、ナイスショット。モエカ選手セカンドショットです。短いパー4、残り98、上り。おお、筋ってる、距離次第筋ってる、ナイスショット、はい、同じような距離でした。98ヤード、ちょっと右やけどグリーンにはオンします。 OK、 多い、かなり上り、バーディーパット、絶対スリーパットしないようにしないと、結構打たないとダメ。なんか意外と早かった。モエガ選手ショット絶好調です。パットはイマイチですが、ワンピンバーディーパット、舐めてしまいました。 OK、 ナイスパー。相変わらずパットが入りません。外しちゃった、スリーパットしちゃった。はい、オッケーです。